はい、どうも皆さんこんにちは、バーミリオンです。ということでね、今回はいつものように MW2 で別に大してやってもいないMW2 というね単語を検索してね、今どんな感じなのかな、みんな何をしているのかなと MW2 で検索した結果、ね、ある切り抜きが出てきて、まあとあるね、COD から逃げた実況者がね、COD に戻ってきてボロクソネガキャンして結局 BO2 やってるっていう、動画が回ってきてね、河川さんなんですけど、あの動画自体はねちょっと見てね、みんなにも見てほしいです。河川さんの切り抜きで MW2 を、やってるシップメントとシュートハウスで MW2 を久々に、やってる、河川さんの切り抜き、そうですね、めちゃくちゃネガキャンしましたね。めちゃくちゃネガキャンしてた。何を言ってたかというと、なんだろうな、縦が多すぎる、一生コンテナの中で芋ってるよとか縦がとにかく多すぎる、この縦面白いと思ってるの運営だけだろ、 COD の縦はマジでつまらんとかね、最終的にブーイングの指の形をして最後 BO2 に行くっていうね、BO2 に行ったのは最近なんかやってましたね、 BO2、ね、同じく COD から逃げた、ボドカだとか他の VTuber とかと一緒に BO2 やってました。はい、これを見てね、せやろなと、せやろな、僕はこれを見て、せやろな、これが普通だよなって思いました。なんか最近の COD にあるネガキャンしてはいけないみたいなあるじゃないですか、ずっとねネガキャンしてはいけない、それを見て、この河川さんの切り抜きを見て、これが普通の人の考えだよな、これが普通だよなと思いました。めちゃくちゃもう大パンしながらやってたよ、大パンしながら久々の、あの人もともと COD の人なのに、COD から逃げたっていうか、逃げるのが正しいんだけど、逃げるのが正しい、残ってる方がおかしいから逃げるのが正しいんだけど、なんとなく、久々に COD MW2 はもともとね、河川さん最初の方発売日当日ぐらいに案件でやってたけど、案件やったよね、なんか、うんこちゃんとか、いろんな人が釈迦だとか、いろんな人がね、スタンドだとか、そういういろんな力を持った人がね、集まって MW2 をやったけど誰も増えないというね、あれって案件ってつまり人を増やすみたいな感じじゃん、誰も増えない、見た結果新規は何これやんなくてよくないってなったんですよね。俺はこの河川さんの切り抜きを見てふざけんなよって思わなかったっていうか、良かったと安心しました。逆にこれが普通だわ、これが普通の感情なんだなって、このゲーム面白くないっていうのが普通の感情なんだなって思いました。なんかね、でも僕は悔しいよ、やっぱりネガキャンされて COD から逃げて、正しかったとしても COD から逃げてで戻ってきてネガキャンしてね、で帰っていくと、またそんなんさ、ね、今やってる人から見たらさ嫌じゃない、ね、そうでしょ、僕とかライリーになんか行ってきたやついたよな、ネガキャンするなとか、ネガキャンしてどうなるのとか行ってきたやついたよな、今楽しんでる人たちがいるじゃんみたいな、行ってきたやついたよな、なんかそっちに行ってほしいな、ボドカとか河川に行ってほしいな、言えないのかな、やっぱり力を持った人には力を持った人がネガキャンしても言えないんですよ、それが気に食わないですよね。いや悔しいと思うな俺は、やっぱりみんな今 COD で頑張ってるわけじゃん、一部のやたらだけど一部の人が頑張ってるわけじゃん、それをね頑張ってる人たちがいるのに COD に帰ってきて、いや思うね、一生この手の中で持ってろ、盾はつまらん、運営のことも批判してました、ネガキャンしてるこの人、運営のことを、これ面白いと思ってるの運営だけだっつってましたよ、盾のことを、許せなくないですかね、これを聞いて皆さんどう思われますか、やっぱり良くないよねネガキャンって、それはそうでしょ、僕とかねライリーが散々言われてたんで、やっぱりネガキャンって良くないと思う、こういう大きな力が持ってる人がしてもね、やっぱりネガキャンって良くないと思うんだ。ここで、あそこにあったコメントを見ていきたいと思います。はい、こちら、 COD たまにめっちゃやりたくなるけど、こうやって数時間もやったらストレス溜まるの分かってるからなかなかフルプライスで買えんのよな、うわネガキャンしてるよ河川リスナー、うわー
たまにめっちゃやりたくなるけど、こうやって数時間もやったらストレスたまる。ストレスたまんないよ、ネガキャンすんな。てかストレスたまらないからこのゲーム、ネガキャンすんな。はい、次。盾がいないマッチはないに等しい。盾 SG がいないランクが楽しいってことは、この2つのクソ要素、プレイヤーがいなければマルチはまだやれるってことがまだ悲しい。ネガキャンすんなよ、盾と SG ネガキャンしてますこの人。うわぁ、わかんないんだよね、多分河川さんのリスナーって COD 民じゃないから、あんまりね、昔の河川さんリスナーは COD 民多かっただろうけど、最近ね、いろんなゲーム行ってるから、まあ、いろんなリスナーあげるわけで、やっぱりね、わかんないんだよ、この COD 界の起きてよ、 COD 界の起きて、その1、ネガキャンはしてはいけない。これを守れてないわこいつらは。はい、次。レアル路線に寄せてるくせに亀戦法やら脳死ドラブレータマ連射なら、フラッシュが強すぎるの、頭が悪すぎて泣いちまったよ。こいつもな、ネガキャンしてるわ。うん、リアル路線に寄せてるくせに亀戦法やら、あのね、やっぱりさてはね、初心者さんがのためだよ、初心者さんのため、これを理解できないのかな。やっぱり初心者を優しくすることによって、次、1万超えのソフトを買ってやることが盾背負って部屋の隅でうんこ座りして SG 構えるだけのやつが多すぎて MW 以降の仕より楽しめなかった。高評価38。はい、まあこういうことです。あのね、今残って必死に残って COD やっててね、そのリスナーもだけど、今の残って今 COD 残って、必死に実況してる人&そこのリスナーは見てほしい。そのこれが普通、これが普通の考えなんだよ。普通の人は1万超えのソフト払ってね、盾背負って、うんこ座りの SG に殺されるために1万円なんか払わないよって言ったら、1万円も買えねえ貧乏人ってくるんですよ COD 界は。やっぱりね、分かってないんだよな、この河川さんのリスナーたちって。分かってないんだよ、今の COD 界分かってない。多分昔は COD やってたんだろうけど、今の COD 界のこと何も分かってない。ネガキャンしちゃダメだ、ネガキャンしちゃダメなの。なんでか、今楽しんでる人が傷つくから。あと海外で流行ってるからね、海外で流行ってるし、今楽しんでる人が傷つくからネガキャンしちゃダメなんだよ。俺はこれ許せない。だからもう言ってほしい。あの、もっと権力持った人たちが、今 COD で、再生数上位の人たちが、この、この河川だとかボドカにバチンと言ってあげたい、言ってほしいです。ネガキャンすんなよって、俺たちに言ったみたいに。これはね、悔しい俺。悔しい。俺も COD ね、まあ、やってた身として、悔しいです。なんで楽しんでる人がいるのにそういうこと、そういう発言とかするのかなって帰ってきて、僕はね本当に悲しい。悲しい。はい、ということでね、まあ本音を言うと、まあ普通の人の意見が聞けてよかったなって。やっぱり COD 外に行った人ってちゃんと普通の面白いゲームをやってるから、いざ COD に帰ってきた時に COD の異常さが分かるんだけど、ずっと COD にこもってる人、 COD しか道がない人たちってやっぱり気づけないというか、異常さに気づけない、気づけない、または気づきたくない、だからネガキャンしている人を叩いてしまうんですね。ということでね、はい、COD はやばいよっていう話でした。はい、終わります。